もし、そこの君。突然だけど、助けてもらってもいいかな。翼も焼け落ちて、行くところがないんだ。仮装だと思ってるようだね。何？正真正銘の天使だよ。いや、元天使が正しいかな。クリスマスにぴったりの存在だろ。ったく、こんな偏僻な国の、しかも人通りも少ない場所に落とすなんて、大天使たちも人が悪い。君のその感じ、大方この聖夜に一人寂しく、コンビニで夕飯を買いに行った帰り、といったところかな。図星だね。それならいいじゃないか。その寂しい心の隙間、私が埋めてあげるよ。堕天使とはいえ、まだ地獄には落ちていない。落ちたこともない。美しいままの体だ。クリスマスの夜に、君だけの天使になってあげるよ。さあ、君の欲望を私にぶつけて。は？耳かき？君、正気？正気というか、本気ではあるみたいだね。本当にそんなことでいいのかい？後からやっぱりとか言っても遅いんだよ。それならこうして、マッサージをするのはどうかな？気持ちよさそうだね。こうしてじっくりゆっくり血を巡らせていくよ。十二分にほぐれたと言っていいだろう。肝心の耳かきは、ああ、そこに。って、なんだいこれ。綿棒じゃないか。これでいいのかい？まあ、君がそう言うなら。
なんともむずがゆそうな、切なそうな表情をするね。とても複雑な感情だと推測できる。なんだか心配になってきたけど、ちゃんと気持ちいいんだよね。そっか、ならよかった。おいおい、今度は泣きそうじゃないか。どうしたんだい？痛かった？何か君を悲しませるようなことをしてしまったかな？クリスマスの奇跡？に誰かと過ごすなんてなかったんだね。それならよかった。クリスマスに堕天使と出会ったことが奇跡とは、キリストに喧嘩を売った発言だね。そうだろ？君にとってはまさに天使のような存在。ま、ここに落とされてるんだけどね。ずっと展開から人を見ていて、その表情になんて興味はなかったけど、こうして目の前で誰かが私の手で揺されている表情を見るのも悪くないものだね。こっちも綿棒でいいのかな？分かった。話の続きが聞きたいのかい？あんな退屈な話の。
聞き上手なのはいいことだよ。と言っても、もう話はほぼ終わってるようなものだ。そんな天使たちとそれが合わず、言い争いばっかしてた。それが大天使の耳に入り、まあ、いわゆる裁判だね。勝ち目なんてないけど。お前は天界の風紀を乱すって、地上に落とされたわけ。ほら、つまらない話だろ。君、眠っていたよ。いや、正確にはまだ眠っている。どんな夢かな？クリスマスに天使を拾う、そんな非現実的な夢？それなら探しに行ってみるといい。本当に私が君を待っているかもしれない。クリスマスの奇跡、信じてみてはどうかな？